れば大丈夫ですよね。そんな彼女を見て私は、よっぽど疲れてるのね。私、笠原弥生って言います。あなたの名前教えてもらっていいですか？素敵な名前ですね。私、もう少しここで休んでいきます。すごく大きな地震みたいだけど、気をつけてくださいね。あなたも気をつけてね。ありがとうございます。繋がらない。ここまで来てたどり着けないとは。霧島様、いかがですか？ダメだ。相馬にも中西にも連絡が取れない。サーバーはどうなってるんだ？皆さん、あなたの留守の間もちゃんと会社を守ってくれていますよ。本当にそうならいいんだがな。あの二人が一番信用ならんのだ。なんてこと。とにかく会社はすぐそこだ。何としてもたどり着くさ。ぼーっとするな。すみません。ふん、ぶつかられて転ぶやつは所詮その程度ってことさ。とにかく俺の邪魔をする奴は皆弾き飛ばすまでだ。大丈夫ですか？あの方はここから南に行ったところにあるベストラという IT 企業を経営されている方です。根は悪い人ではないのですが、事業の方で緊張が続くようで、時として乱暴な態度をとってしまわれるのです。そうですか。大変そうですね。あなたは心の広い方のようですね。大きな地震だったようですね。ここも随分派手にやられました。あなたも気をつけて。どうしてこんなことに。まあ、地震が起きたんだから仕方ないんじゃないですか？そうですよ。こうなっちゃったらどうしようもないですよ。お二人ともシェフの気持ちを察してあげられないですか？何カッコつけてんのよ。わかってるの。分かってるんだけど。そりゃ苦労してやっとの思いで手に入れた店がこんな風になったんだから落ち込むのは分かりますが、これ以上ここにいても。そろそろ帰ってもいいですか？ここにいても危なそうだし。ん？なんだい。見ての通り営業してないよ。お取り込み中のようですね。まあ取り込んでるといえば取り込んでるが、もう終わってるといえば終わってるよな。シェフ、もう帰らせてもらってもいいですか？一旦解散します。
みんな気をつけて帰ってください。営業再開のめどがついたら連絡するから、その時はお願いね。営業再開ね。何？あなた、まさか私の宝石を取りに来たの？とんでもない！宝石を取る気なんてありません！これは私の宝石よ。誰にも渡さないわ。よく見ると彼女は怪我をしているようだわ。これ使ってください。これを私に。こんなことをしても私の宝石はあげないわよ。